ディキタカとは一体何か考えさせられる動画。本当本当ですよね。ティキタカに設定してたけど、ティキタカしたこと一回もないですよね、私。クソかな。ネコニャさんの動画を見てるときに、いいシーンのところで急に広告が入り、しかもスキップできない広告が2つも来て、イラッとしました。お願いしますよ、広告見てくださいよ。その分頑張って動画出すから。お願い。相変わらずの使用試合製造機。攻撃レベル上げましょうよ。点取れますよ。見ました？ズンさん。前回の動画、爆発してたでしょ？ロッペンを右ウィングに使っただけで。そういうことですよ。失礼しました。2092年からドラフトを選ばれないか過去に戻ってきたサッカー少年68歳です。質問あります？おい、なんかジョン・タイターみたいなやつ現れたぞ、みんな。本当にコメント見てるんですか？悪口書きます。チャンネル登録しました。悪口じゃねえんだよ、それは。最高の、俺にとってはもう最高の、ご褒美。チューしていい？高校生の時に、街中にある普通の公園の、まあまあ大きくもない普通の噴水で水浴びをして楽しんでいたあの時代に戻りたいです。どうも、ネコニャラです。今日はマンチェスターセリーと、まだもう半分天王山と言ってもいい感じのやつです。で、ウルバーハンプトン。で、次回から交渉期間始まるので、皆さん、ぜひコメント欄で選手教えてください。いい選手教えてください。今宵もですね、コメント欄に、ま、選手たくさん書いていただいてるんで、みんな優しいんだ。ティーラトン、もう31歳になってんのか、こっちの世界では。あ、30歳だ。まだダメですね、ティーラトンは。まあ、西野監督すごいですよね。すごくないですか、西野監督。すごいな。ああ、なりたいな、俺も。無理だな、一生。ロブレンは高いんじゃないですか？はい、ロブレン。うん。素晴らしい。能力は申し分なさすぎて、よだれ出ちゃう。よだれだこです。高えんだよ、だから、クソ高えじゃねえか。リストには追加するけどな。復帰ね。復帰は、見た記憶があるんだけど、パラレルワールドかな？パラレルワールド？超強え、復帰。高いんだよ。見たでしょ、確か。高いの。結局、なんつったらいいんだろう。中国に行かれてるんで、中国に行くとほら、高いんですよ。やっぱマネーで買ってるから、中国が。ミトログル見なかった？見てないっけ？見たか見てねえか忘れてたな。見ましたよね？確か。ヒゲ完璧かよ。再現度完璧かよ。言った覚えあります。リストに追加されてんじゃない？これ。あ、追加されてました。はい。イリチッチもね、いい選手なんですよ。サイズもあるし、素晴らしいなぁ。能力完璧かよ。しかも前線どこでもできるって、これも神じゃん。たーけなんでたけんだ、インテル？ガゴもいいね。ガーゴか。あれ？フェルナンド・ガゴいないな。これいなくないですか？あの超イケメンフェルナンド・ガゴですよね。ねえ、フェデリコ・ファシオ。はい、素晴らしいですね、フェデリコ・ファシオ。195センチ、完璧です。この方がうちに来たらもうあのペペの穴も埋めるんじゃないかっていう感じ。完全リストアップ。それでデータベース大会情報をおさらいしておきましょうね、まあ、天王山に近いようなあれって言ったけど、そうなんですよ。まあ3位ですけど、勝ち点差は3なんで、これ万が一シティに勝ちでもしたら、これとんでもない事案発生しますよ。でゴールランキングもサラテがちょっとグイノスケで来てるんで、やっちゃえ日産。矢沢です。矢沢やります。でゲームプランを見ると、ちょっと疲れてる方が多いな。疲れてる方が、カセレスは入れたいね。カセレスちゃん、はい。でダンは調子悪い。調子悪いんか。うん、まあ調子いい人を前線に入れたいっていうのもあるけど、まあ、ガブリエル・アウチの調子が良さそうなんで、
ちょっと、どうしようかな。レオシルバ、アデバヨール下げて、ガブリエル・アウチ入れておきましょう。カソルラ出さないとダメじゃん、カソルラ。ここかな、じゃあカソルラは。で、カンドレーバ一回休ませるか。これでいきましょうか。ここセンターミッドフィルダーで、こうです。こういうことです、今回は。で、マーク設定の、見なきゃダメでしょ。それは、ねえ、それは見なきゃダメでしょってことです。ロッペの比べますか、じゃあ。ジェズスがスタメンなんですね。いや、とんでもねえな。アグエロもいるしね、ベンチに。マフレーズとかさ、ビニシウスそっか。ビニシウスシティにいたんでしたっけ、こちらの世界では。はぁ、おかしいだろ。ジェズス、杖86。足も速い。素晴らしいですね。ジェズス、怖えなぁ。サネ。ジェズス、サネ、スターリング。この3トップ、えげつないでしょ。マジで。サネとか、これで23歳とかって言うんだから、もう慌てちゃうよね。スターリング。足速い。サネは?サネ。ああ、そういうこと。スピードはサネのがある。瞬発力はスターリングのがある。そういう感じ。怖えなぁ、この3トップ。なんと言ってもデブライネ。ここですよ。怖すぎる。勝負師。チームロール勝負師。なるほどね。完璧じゃない。能力。ヘディング61っていうのも、もうちょっと、あってもいいと思うけど、ジャンプとか。フィジカルコンタクト 73? へぇー。フィジカルコンタクトの塊だと思ってますけどね、私は。で、ギュンドアン。完璧なんだよ。ダビド・シルバはベンチなんですね。デニス・スアレス。なんでデニス・スアレスがシティにいるんでしょうか。これも謎の一つです。メンリー、いやー強えなー。サイドバックももう最強みたいなもんだからな。両サイドともね。カイル・ウォーカー完璧じゃない。カイル・ウォーカーとか来年取りたいな。30歳でしょ、来年取りて。で、ラポルトとコンパニがまだいます。そういうことです。コンパニもうち来てくれたら喜ぶよ。監督もサポーターも俺も視聴者の方も。そういうことですね。で、そうだ、大事件が起きたんですね。そういえばエデルソンがですね、どっかに行ったんですよ、確か。パリサンジェルマンかな、パリサンジェルマンかなんかに移籍されてたんで、エデルソンはいません。そこです、唯一のあれは。行くぜ。緊張してきた。イングランドリーグ、しかも相手の本拠地ですからね。まあコナミスタジアムなんですけど、スタジアムもね収録されてくれると嬉しいなって気がする。いやー、もうドリームチームじゃん。コナミスタジアムマジで。本日のゲーム、ネコニア FC のサポーターも来てくれてます。雨という条件の中、今日はデーゲームが行われます。やっちゃうぞ。矢沢はやります。勝ちます。北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日の試合、どの選手、ロングボールで、うわ、そんなピンポイント で、ね、めちゃくちゃ張ってんじゃん。スタリングシュートの精度は非常にレベルが高い、ね、待って、上手すぎる。この時点で、はアブリル・ラビン。レディングはここ5試合でこのアウェー戦を全勝という。いいよ。うわ、ちょっとカソルラ上がってたのに下がってきてて、そういうのが困るんだよ俺は。一番下手くそだから味方の動きにもつられてしまった。おい、バイバイ、スペースを狙った。やってきてんな、シティっぽい攻撃は。ナイスだね。はーい、ファールです。怖すぎ、怖すぎ。うちデブライネのキックの精度は神みたいなもん。よし、カセレス、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。マンチェスター、ここまでのリーグ失点数がなんと一番少ないというデータが出ています。やべ、取れないボール。いや、おい、ペペからアーチのようなパス。いいよ。いや、それずれんのか。あまり攻め急ぎませんでした、ね、バルザーリとサネはこれ、いや、マジで全部ファウルになる。まあ、後半どこかで相手のペースが落ちるという分析ができていたんでしょうね。大丈夫でしょう。ここ、もうデブライネのキックの精度はもうコンピューターみたいなもんだから。マジで気をつけて、四角押しよ。みんな四角押しよ。四角連打、ナイス。クリアです。で、相手ボールになります。どうせ。
もう一つ前に行きたい。いやいいよ、やれてるよ、まだやれてるというか攻めてないけど、一切攻めれてないけど。メンディ、レディングは前半まだシュートまで行けていない。やばい、ジェズだよ。大丈夫大丈夫大丈夫。ウォーカー、ずっとこっちの、よし、ロッピン空いてる。の際は常にチャンスを狙っている。ラポルトのポジションに神サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、打たせないよ、打たせない守備をやってます。また前線の選手が香川カウンター、来た来た、カウンターを置きにくいという利点もありますよね。そうですね、打ってもいい。いや本当に惜しい。やば、始まった。裏のスペースを狙う早いやつ、デロイさん来ました、ハウア抜けてくる。おいしょ、死んだかと思った。いや相手にはアブリル・ラビーン いすぎなんで、全員アブリル・ラビーンみたいなもんですから、これはアブリル・ラビーンですね。いやいいよ、いやそうなのか。うわもうこれどうする。うわよし、運がついてる。いやいいよ、ちょっと行ってきたからね、神社にお参り、厳島神社に勝利祈願に行ってきました。ブラニーが言ってました、俺ここで結婚式あげたいって言ってました。ロッペンがまだ何もできてないと言っても過言ではない。うますぎでしょ。うわー、何なんですか、なんでですか。そのデニス・スアレスに誰もついていってない現象もあるし、うますぎるし、やっぱりシティには勝てねえのか。ジェズス今シーズン初ゴール、いやある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 、マンチェスター先制ゴール、触れんのかそれも。セットプレーで取んなきゃ取れないなこれ。カソルラ、これラッシュです、いきますよ。ナスキック、うわ香川真司、うわいやいや狙いはいいと思う、狙いは、うん、やばい、デニス・スアレスがねフリーマンになっちゃってるんですよ。香川、いやサラテのポストプレー、なんでですか。デブライン、いやそれもやばい。さあスターリング、やらせないよ。さあどうする、あがきの一発、ダメでした。ここで長いホイッスル、デギングとさあ試合の中ここが我々の正念場です。1点取ればいいよ、勝ち点1でも全然いいシティ相手には、本当にそれぐらいの相手だから。マジでデブラインで強え。それではサネとねスタリングの仕事させてない気しますけどね、我々も。この後半始まっています。レディングとしてはまだ時間がありますからね、いいボール出たよ。試合を進めていくというのも、いや3人、何人、メロイサネ、デニス・スワレス、 OKOKOK。 さあここでカウンター、こういうのでも行くしかない、いやそっちか、奥狙ったんだけどな。メンディ、デニス・スワレス取れる、ナイス。香川、ナイボある、いやーずれた。ギュンドーはうまっ、使ってくるだろ逆。スタリングにやらせねえんだよカセレスがよ、やってんだからこっちも マークしっかり。さあカウンターを仕掛けます、スルーパス、ダメか、縦パス通り過ぎ問題。さあ繋がるか、いやスタリングにやらせてない何も今のところは。さあカウンターのチャンスになります、ロッピー行ってこい。このパスが抜ける、え嘘でしょ、嘘でしょ。中盤がねだいぶ体力なくなってきたんで選手交代、やらしてないよだからサネとスターリングには。こういうのどう、ない、あるんじゃない、うわーキーパーの判断が素晴らしい。いやギュンドアンと香川の対決もありですよ、ドルトムント時代の同僚が。マウル・サラテ、
このボールはテベスへ。ある。打ってはいい。うわいや今の割と良かったけどな。これねテベスからいいパス出ましたよね。切り返す暇ないと思って打ったんだけど。とりあえずオズがカスロアと交代です。取れねえんだよなボールが。そこで取ったらいいんだよ。大丈夫、スターリングは今日封殺してるから。封殺中スターリングは。デニス・スワレス、ギュンドーは回廊下がめちゃくちゃ勝ちしてる。やらしてないよスターリングに。そのクロス危ない。ナイスペペ。このクリアボール次へつなげたい。全然相手ボール。うまっ、うまっ。スワレスからサイドのスペースへ。やらしてない。空いてるよね逆が。逆まで飛ばねえ。なかなかいい形が作れませんよね。デニス・スワレス大丈夫でしょう。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。いやいいよいいよ。ピッ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 。香川対ギュンドワンでしたね今これ。ただまだ時間残ってますから。攻撃早いんだよ攻撃が。俺がやりてんだからその声。大丈夫カセレス負けてない今日スタリングに一回も。ペースを狙う。もういいですね。ちょい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 。やってきてんなや。ベルナルド・シーバ入ってきてる。デニス・スワレス。ナイスペペ。チャンス。ですよね。来た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 。いいよ。テベス。カガに戻して。テベスからカガ。逆に振ります。あ、そっち？ある。やったコットン逆に振るとか言いつつ違う方にパス出たけど奇跡起きましたねこれ。え？ナイスボールでしたね。よーしよ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 し。ゴールラインテクノロジー素晴らしい。サラテだわ結局。香川からのサラテ。コットン100最高。よし締めてこい。サッカー界の増水とサッカー界の地蔵。ガンガンにいてカウンターしちゃおう。そうそうそう。デベス。あるある。ないわ。デニス・スワレス。デブライン。取れば取れる。ボール取れればワンチャン作れるから。ボールをワンチャン取るんだ。ここで終了。強えよ。めっちゃ強い。でもまあそんなにやらせてはなかった感じはしますけどね。取り返してそのままの勢いで逆転まで行くかなと思ったんですけども、相手もシティに引き分けだったら全然いいよ。ユナイテッド勝ってんな。リバプールも勝ってる。ボーマスも勝ってる。なるほどね。そうな、あまだ3位にはいるね。リバプールが1位か。今度はなかなか縮まりませんね、トップとの差が。うん。それで、アジア年間最優秀選手発表。ヘナト・アグスト。へぇ。クラブランキング327位だと、ちょっと上がったね。ちょっと上がった。で、ウルバーハンプトンとの試合です。はい。あ、え？シティが。ちょっと待って。シティがオファーしてきてんだけど、何が起こってます？有名なんか？猫ニラ監督は敏腕ということで。コメント欄では一切そんな敏腕ですねってコメント来てませんけどね。で、ウルバンハンプトン戦なんですけど、ちょっと疲れてる方がいるんで、ターンオーバーさせたいんですよ。ここらで一丁。ロッペンが下がって、ここオズかな。それとも、他の人行く？まあ、カンドレーバーでいいな。カンドレーバーで。で、カソルランとか、カソルルはあれか。じゃあカソル左行ってもらって、ここをダニアウベス行くか。はい。で、サラテンところが、小林優か、アデバヨールか。まあ、アデバヨールに行きますか。ちょっとね、アデバヨールの得点を見たいんで、エヴァンゲリオン。ここ、左の方。ここにガブリエル・アウチですね。はい。で、バルザーリがちょっと疲れてるんで、ダン調子悪いなラノッキア行きましょう。
ペペはペペカセレスは出てもらう。ガビ、モントリーボ、ここボランチもな、レオシルバとミカエル・クロンデリ行ってもらおうか。じゃあねえ、これでいいんじゃないですか。うん、これでいいや、いいんですね。でルバーハンプトンもちょっと見ておきますか。でダニアウベスと比べましょう。はい、ラウル・ヒメネス、ラウル・ヒメネス80か、強いな。ねえ、強いですね。うん、ルバーハンプトン、まあ、強いな普通に。ちょっと勝てるかこのターンオーバー組で、怖くなってきた。ねえ、70後半から80って感じですから。ジョアン・モウティーニョいいな、うち来てくんねえかな。あー、来てほしいなマジで。来てほしいでしょ、いっぱいいるんですけどね。やっぱお金がな、なんでうちのクラブこんなお金ないんですかね。なんでです本当に。あとは相手が5バックか、そういうのはちょっと困るな。守備固めとかされちゃう、ただでさえ点取れないチームなんですけど、うちはお願いしますけど。はい、でこれダニアルベス、これあれだ、サイドハーフにしないと能力下がってる。はい、これでいきましょう。イングランドリーグ、いやそっか、猫金じゃねえのか今回も。アウェイが続いてますね。ローズパークスタジアムで行われる本日のゲームです。サラテがいなくてもアデバヨルで点取れるんだっていうところをちょっと見せたい私は。え、嘘でしょ、うわめちゃくちゃ、そんなロングボール一発ある、マジで。アブリル・ラビン左サイド上がってきます。いいよ、非常にいい。嘘でしょ、正気。アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここはすぐ、おいおいおい。さあ右へ預けて、スペース、うまい、うまい、うまい、うわここなんです、ね、そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図なんじゃないかと思いますね。嘘でしょ、怖いな。うわ、ラウル・ヒメネス、おーしょ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 、空いてる空いてる空いてる、ボールだったんですが合わせてきます。まあアリクロスの形なんで後ろからボールを蹴るんですよね。ただそれによってもうまく体勢を整えて回転しながら待ってくれた、まあ、見事なプレーですよね。オフサイディかい、やば、ヒメネス前回の試合はだよね、バイタルよりやられた、やられてしもた。そこ行っちゃダメだ、カセレス行っちゃったもんだ、そこ。うわー、マジでまずいマン、まずいマンブラザーズバンド、シーズン5ゴール目となります。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。1点先制しましたけど、安心できないですよね。うまい、当然相手はアグレッシブに来てくるわけですから、攻守のバランスをうまく取って、いやー、うっそ、点取るからもうアタッキングしてガン攻め、ガン攻めいきます、もうガン攻め、ガン攻め祭り。うわ、うめえ、おっとルーズボール、スルーパス、うわー、ファイブバックやっぱ勝てえな、ウルブス勝てえな。だところ大きく縦へ、やった、このスルーパスは通りません。オッケー、絶好の位置で受ける、こうこうこう、フリーだ、決めてください、なんでですか。いや、ちょっと決まったと思ってしまった、今のは。いい攻撃の形だったと思いますよ。ただいるからね、うちにはアデバヨールが。カウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。いやー、まあ、そういう意味では嫌な時間帯でボールを失わないことが大切ですよね。まだある。アリ寄りのアリ。レオスキルバ。スルーパスを狙う。アリストテレス。アリストテ。ちょっと小さい。ナイスレシーバー。アデバヨール。いやあ。いえ。アデバヨ何本外してんの。マジで。やばいやばい。
ペペは行っちゃってんだから。ネベスからラウルヒメネス。マジ？ナイスナイスナイス。ボールを下げてリズムを作るか。いや、取ってボールを取ってお願いだからボールを取ってカウンターした。うわオートライト、ここ拾って次につなげたい。レディング、アデベルの体、いいよ、素晴らしいパス。うわー、いやー惜しい、跳ね返してもう一回すみません。やばい逆にやばい、激しいボールの奪い合い、このパス、やばい抜けてくる、よしこぼれてる、よしボールがこぼれる、突き焼き部屋のダメでした。レフリーファーストのところ先制点を許したままという状況です。ちょっと点取ろうマジで、今日2試合とも先制されてる、あの鉄壁を誇る北海の氷壁と評されるネコニラの守備固めをね、なんでずれんのそれ。セカンドハーフ見ていきましょう。え、あーびっくりした。ヘディングとしてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思います、ね、いいよナイスだねガブリエル・アウチ。うわうまっ。レディング先日行われた試合では強豪相手に引き分けという結果でした。ボールの奪い合い激しいものがあります。え、それこっちボールでしょ。オッケーオッケー、これはファーストシルバー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ナイスレオシルバー、一回戻すよ。さあボールはカンドロバーへ。オッケー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 、早いパス回し、あー右へ揃えました。なんか AT フィールドはでも貼られてます、相手のゴールに枠に行かないんですけど。サンティカソルラ、もう一つ前に行きたい。ナイス、さあどうする。いや、ルバーハント、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。だいぶ攻めてますけどね、我々。ボールを受けます。上げてくる。アデバイオー。よしよしよし。やっと決めてくれたアデバイオー。セカンドレーバーがやっぱアシストしてくれるな。いや、首の皮一枚つながったこれで。トラップボレー素晴らしい。いやよかった、結構打ってますからねシュートね。うん、いいよ。今日のゲーム見応え。レディングはここでアポジと小林優入れます。入れ替えます。小林優に点取ってもらいて、そういう願望があります。私はガンの棒が、レディングは残る一つ、ガンの棒が爆発してます。どのように使ってくるのでしょうか。いやそっちか、ナイスなアポジ。これも跳ね返したいんだよね。そう、中盤がガラ空きモンスターなんですよ、うちのチーム。まずくね。ボールが上がる、おっしゃー、とっとなぜいやそんな。カウンターシュートじゃねえんだから、シュートのこれ何、これカウンターシュートかましてんじゃん、ペペレイナとペペで。おい面白ポイントいらないんですって。今真面目に優勝目指してんだから、こっちはさ。うわ、ロングスロー、ナイス。ペペ落ち込む必要ないからね、ペペあれはね、もう落ち込んでる暇とかない、むしろ。非常に厳しくなりますからね。オッケーオッケーオッケー。アポジメント、ね、やるときが今だぞ、アポジメント。やるときは。タイミングを測る。さあ、小林。いやあ。でも相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ナイス。いけるか。さあ、いやあ。ここで決めたいな、お願いします神様、奇跡のやつ。
ない、奇跡のやつはなかった。さあ左サイドへ上げてくる、どうだ、いやまだマイボールよっていうようなね攻撃でしたけどもね。やろ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 、カウンターを狙うしかないでしょうね。跳ね返そう、前線からそうそうそう跳ね返してくれてるよ。オーケーオーケーオーケー、あるある、カソルの体力がゼロ、これは繋がりません、まずくね、もったいなかったですね。ナイスだ、いやそれそれ、そのぶつかり稽古やめて、うちのチームたちは。ランドレル、ナイス、小林行けるぞ、受けてくる、チャンス来た、よっしゃナイス。オッケーオッケー、もう時間ないっていうのがもう、いやこれ良かったね、小林のこの抜け出し素晴らしい、よし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 、もうちょっと早く決めてればな、まあナイス、これ完璧でしょ、最高、小林仕事した。カソルラも体力ゼロなんでブラに入れます。あと2分ぐらいあると信じて、時間がもうほとボールに1回も触れずブラニー。顔どんな気持ち今ね、どんな気持ち、いやーシュート11本打ってて2点も取られちゃうな。いやこれは手痛いな、シティ勝ってるしな、リバプールはユナイテッドむちゃくちゃで負けてる、リバプールも勝ってる、ああいや広がってんな勝ち点、3位は死守してるけどね、一応引き分け多いなうちで。監督オファー返答期限、まあ私なぜだか分かりませんが、スカウト、はい、アポジ引退、テベス引退、まずい、え、アデバヨール引退、まずくね、まずくねそれ、え、でゴールランキング一応おさらいしますけど、いやアデバヨール引退かよ、早くね、ちょっとサラテはいいね、いい感じで来てる、いやデバイ36歳で引退か、なんかもうか限界感じてたのかな、いじめすぎたかな、猫ニラ監督が。でテベスも引退って言ってましたよね、テベスも、まあ、36、7だと引退って言い始めるね、やっぱりテベスはまだまだ引退しなくていいと思うんだけどな。でアポジも引退でしょ、34だよアポジまだ、なんでよ。で監督にねオファーが来てるんですよ、なんだか知らないけどすごい数のオファー来てます、ユナイテッドからも来てるしシティからも来てるし、なんですかこれ。でついにですね、まあ引退、まあ半年後なんでね引退はね、とりあえず移籍期間が始まります。皆さんぜひコメント欄でねよろしくお願いします。まああんまりお金ないんで本当に安い選手しか多分この移籍期間は取れないんですけど、サラテだけはもう一回取りたいなって思ってるんですよ。取れんのかな今のお金で、ヘスナバスとか売れてよ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました、さよにんら。